深谷智弘は、競輪選手。愛知県安城市出身。日本競輪学校第96期卒業。日本競輪選手会静岡支部所属。師匠は、金子隆。身長169センチメートル、体重90キログラム。軽自動車から、スーパーカーまで車が好きで、競輪選手を目指したきっかけも小学生の時に。 競輪ファンの父親から、競輪選手になったら、あの車買えるぞ、と言われたことだという。師匠と同じ出身校である、桜ヶ丘高校を在学中の2007年8月7日、メキシコアグアスカリエンテスで開催された、ジュニア世界選手権自転車競技大会の 1km、タイムトライアルにおいて、1分05秒238のジュニア日本新記録を樹立。 また、同年に開催された第62回国民体育、大会、少年スプリントで優勝。2008年4月、奈良競輪場で行われた第28回アジア、自転車競技選手権大会のジュニア部門において、後に、競輪学校で同期となるアメ、谷和平と共に、個人スプリント、チームスプリント、競輪の短距離三冠を達成。2008年5月、 競輪学校に第96期生として入学。2009年7月22日、ホームバンクである豊橋競輪場でデビュー戦を迎え、未着選手に大差をつける圧勝劇を演じた。また、23日の準決勝、24日の決勝も勝ち、この開催の完全優勝を達成。その後、名古屋、 岸和田でも完全優勝を果たし、上原龍に続いて、2008年に A 級チャレンジ制度が設けられてから史上二人目となる、無敗の A 級に半特別新級を果たした。さらに、A 級に昇進してからも、名古屋、福井で完全優勝を果たし、続く、大津美和子競輪場での開催で、菊池啓直が持つ、デビューからの S 級特進最短記録89日の、 更新に期待がかかった。全2日間とも1着で勝ち上がった深谷は、同年9月15日に行われた A 級決勝戦において、2着に大差をつける圧勝劇を演じて、新制度導入以降全人未踏のデビューから無敗で、6場所連続完全優勝を達成。デビューからわずか56日で S 級特進を決めた。また、 1990年生まれ平成生まれの競輪選手としては初の S 級昇格となった。その後、11月11日開幕の大垣ファイ戦で S 級デビューを迎え、初日、二日目と連勝。しかし、同月13日に行われた決勝戦でゴール寸前、坂木へ明ら分に交わされ、連勝記録は20でストップした。また、2009年10月に、 境川自転車競技場で行われた全日本自転車競技選手権大会個人スプリントを優勝2010年4月にルーキーチャンピオンレース優勝高松の宮記念杯で GI デビューを果たし競輪祭で GI 初優で12月28日に行われたヤンググランプリではバック付近8番手の位置から2センター付近でまくり追い込みを試み ゴール直前で前段勢をまとめてかわし優勝。デビューから1年159日であり、史上最速での達成であった。2011年より S 級一般に勝反し、直後初のレースとなった1月の立川競輪 G3 で、記念競輪を初優勝すると、6月に前橋競輪場で開催された第62回、高松宮記念競輪決勝では、 最終ホームから一気にめくり切り、そのまま押し切って、G1 初優勝をデビュー最短記録更新で飾り、1990年代、生まれ平成生まれ初のタイトルホルダーとなった。これにより出場権を獲得した、ケーリングランプリ2011では逃げて7着となっているが、このレースの下馬評では、 村上義弘との新旧選考日本一対決となるというものであったのにもかかわらず優勝した山口浩二のアシストに徹したとも取れる競争を行ったため一部からは激しい批判が起きた12月27日より SQS 班に昇反した2012年は2月に高知競輪場で開催された東西王座戦西王座戦で 内側に抑え込まれ続けながらも最終四角で隙をついて抜け出し、最終開催だった、このレース最後の優勝者となった。その後も日本選手権競輪、高松の宮記念ハ競輪、友人新とパイのの決勝に進出し、年間獲得賞金上位で、競輪グランプリ2012へ出場したが発着となる。2013年の日本選手権競輪では、 準決勝において後方からのめくりで、立川競輪場の記録タイムを0.3秒縮める、バンクレコードを樹立した。翌日の決勝では2着となったが、その後の特別でも、決勝での2着が続いてしまい、年間では、G14 回、G21 回で、決勝2着という優勝まで、あと一歩のレースが多かった。しかし、 そのうち2回の GI で師匠の金子隆を優勝に導く走りを見せ、年間賞金も1億円を超え賞金枠のトップで、ケ輪リングランプリ2013への出場を決めた。そして、ここでも、師匠の金子隆を、グランプリ優勝へと導く先行を見せ自身は6着となった。2014年は、日本選手権競輪の決勝で3着となった後、 7月の、ともひとしのの決勝で、打賞すぎに前のンをついて、出ようとしたところで外からかけてきた、中川聖一郎の番手にはまり、最終バックからの番手まくりで3年ぶりに、特別競輪を優勝した。さらに8月に、松戸競輪場で行われた、サマーナイトフェスティバルも優勝したが、 9月のオールスター競輪3日目優秀戦、シャイニングスター賞で先行する村上義弘をまくりきれず交代した際に、浅井孝太と接触し落ち者、左鎖骨を骨折し、全治42日間と診断された。その後は、手術を回避し、自然治癒での復帰を目指したものの回復が遅く、11月に小倉競輪場で行われる競輪祭を欠場。 直後の岸和田 g さか、松戸 g さでの復帰を目指したが、最終的に年末に行われるケイリングランプリ2014へのぶっつけ本番での復帰を目指すことに落ち着いた。そして、グランプリで復帰したが、やはりブランクが大きな足かせとなり、まくり、不発で発着に終わった。2015年も前年の落ちシャウズによって、 特別競輪の決勝に一度も進出することができず、目立った成績を残すことができなかったため、競輪グランプリへの出場を5年ぶりに逃し、SQS 班からも陥落した。2017年5月には、競輪とは別の、新田雄大が立ち上げた自転車競技チーム、ドリームシーカーへの加入を発表した。その直後から再び、今までの強さを取り戻し、最終的には、 GI4 回の決勝進出と G33 回の優勝による年間獲得賞金上位で3年ぶりに競輪グランプリ2017へ出場した。結果は落ち車祭上の発着となったが、最終にセンターまで先行し、復活を印象付けた。競技を優先し、2018年8月の GI オールスター競輪に出てからは競輪を長期欠場。 復帰戦となった翌2019年4月川崎議員の次層 GI 日本選手権競輪で決勝進出を果たした。2020年6月4日、2021年に行われる予定の2020年東京オリンピック自転車競技短距離種目の第一補欠選手として内定した。2020年11月12日、自身のツイッターと ブログで2021年1月1日付で、デビューより在籍していた愛知支部から、静岡支部へ移籍することを発表した。そして11月15日、自身のツイッターで、元レースクイーンで、モデルの安藤真希との入籍を公表した。2021年10月25日、自転車競技日本代表から退き、自転車競技は引退することを表明。 今後は競輪に専念することとなった。男子スプリント、深谷智博選手。競輪マルシェ。https コロンスラッシュスラッシュケイアリンダッシュマ、e. ルシェイトット JP スラッシュエンジョイスラッシュオリンピックスラッシュ OLYMPIC13 ol スラッシュ2020年3月10日閲覧私だけのイケメンコレクションナン、no. バー019深谷。 友博選手、競輪マルシェ第96期生、新人選手通信簿競輪 JP、深谷友博選手の次回出走場所の決定について、あの日、あの時あのレース月間競輪筒井大輔2018年5月25日、深谷友博選手の S 級特別昇級について、大垣 S 級決勝、深谷デビュー21連勝 V ならず、 スポニチ2009年11月14日。G1 デビュー深谷が風切る、日刊スポーツ2010年6月2日 AB、山口健也が、地元で、最速ビッグ制覇飾る父山港は、すごい。ギフ G2。nikkansports.com。 h t t p s w w w n y k k a n s p o r t s c o m スラッシュパブリックレースニュース202兆1092億669 html 2021年9月20日閲覧ケーリングランプリ深谷スポニチロゴで頂点へスポニチ2011年12月30日深谷ともが 鎖骨骨折で欠場。前橋、深谷智弘が競輪再欠場。深谷智弘、ぶっつけ本番で、グランプリ参戦。深谷智弘、海外遠征も自転車競技に再挑戦。慶応各日韓スポーツ、2017年5月1日、東京オリンピック自転車トラック競技の日本、代表選手が内定。競輪マルシェ、競輪の深谷智弘が21年から静岡へ。 遺跡ブログで公表。日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ w w w n y k k a n s p o r t s c o m スラッシュパブリックレースニュース202兆111億2000万 366HTML2020 年11月12日閲覧報告ツイッター2020年11月15日閲覧 競輪選手の深谷智博、自転車競技の日本代表から引退、新たな道見つけたい。日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュパブリック、レース、ニュース、202兆1102億5 651、html2021 年10月25日、閲覧。 ありがとうございます。